あ、カブ。あ、カブ。やっぱ農家のお供。茨城面白研究所。茨城面白研究所。はいはいはい、ね、カブは友達ですからボールは友達みたいな、ね、懐かしい。いやだいぶこれなんかさ砂かぶっちゃってるというか乗ってないですね。ね、まあのばあちゃんのね、はい、メインのパートナーだったんで。あ、そうなんですね。ばあちゃんが亡くなってからは多分乗ってる人はいないんだと思います。ああ、だからこうちょっとかぶっちゃってるんですね砂を。え、砂をかぶっちゃってるんですね。あ、なるほどね、うん、調子いいですか、エルスケさん。調子いいですか、今日。かぶっちゃって。カブにかぶっちゃって。僕のばあちゃんね、なんか、一説によると、神様 OK みたいなことで、免許なくカブを運転して。あ、ダメですよ、ダメですよ。無免許はダメですよ。ですよね。ダメです、ダメです、ダメです。なんか近場なら OK みたいな。ない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 、そんなルールない。ないでしょ。ないないない。でもまあなんか、そういう噂を昔聞いてたんで、はい、まあもちろん間違ってますよ。はい、ただ、当時は信じてたんで。はい、僕もね、近所 のレンタルビデオ返しに行ったりするときに、はい、免許なかったんですけど、はい、これ乗って行ったりして。いや、ダメですよ、絶対ね。ダメですよ、絶対ダメですよ。というような記憶があるようなないようなという前提で聞いてください。ああ、なるほどね。で、一応ね、おまわりさんに追っかけられるわけにいかないじゃないですか、はい、免許持ってないんで、もし何かあって、例えばヘルメットしてなかったりしたら、はいはいはい、おまわりさんに追っかけられる可能性が高まっちゃうんで、はい、ヘルメットとかちゃんとかぶんないといけないと、はい、いうことで、ここにヘルメットあるんですけど、はい、これがですね、これもだいぶなんか砂が、はいはい、はい、このヘルメットなんですけど、はい、ビニールテープ貼ってあるんですよ。あ、これビニールテープなんですね、模様じゃなくて。はいはいはい、ね、これ実はですね、はい、当時中学校高校の、はい、自転車用のヘルメットでございまして。あ、通学用の、はい、でここに学校の名前が書いてあるんで。あ、なるほど。ビニールテープで隠して学生じゃないぞという雰囲気をね。確かにその、はい、バイクのヘルメットにしてはちょっと弱いというか、まあ薄いのかな、自転車用ですからね。ああ、本当だ、これは、はい、よく見るとそうだ、なんか自転車でのやつだ、ね、中学生とかがかぶってる、かぶってるかぶってるかぶってる。でこれ学校の、はいはいはい、でその反射材で、そのそうそう、これが、はい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 、あ、めちゃめちゃもう一気にもう学生に見えてきた、これ。そうなんですよ、自転車だわ。それで、ここ隠して、でしかもなんかビニールテープをこうだけじゃなくて、こうすることによって、うん、こういう模様のヘルメット、いやー、そう見えた見えた、違和感ないじゃないですか、全然ない。なのでちょっとそこまで工夫してやってた。あ、はい、あー、なるほど。さあ、その当時の、当時のですね、だからもう20年前、25年前、25年近く前の、はい、という記憶があるようなないような、はい、まあ、間違ってるかもしれないですね、記憶がやっぱもう20年以上前なんで。そうですね、うん、確かしてなかった気もする、そんなこと。そうだよね、はい、うん、そうだよね。俺結構ちゃんとルール守るタイプだった。だよね、はい、うん、本当に見えないぐらいなんかさ、認識とかなんかさ、この辺とかなんかこれとかさ、違う、あー、そこもそうだけど、エンブレム、ここ50、ちょっと詳しい人見たら、おーってなんない、これ。